仕事というもの、あるいは区役所の職員の方々の仕事というものを監視をする、そういう立場の仕事がこの役所であります。が、田中健の、私の友人であります田中健吾の特徴は、この厳しい問題、難しい問題でも大胆に発見するというのが特徴でありまして、この議会の中で出版から山田もかな、あるいはこうしたことはちょっと今後答えようかなという、この議員がある中で、もしともしとどういうものを自分が進んで発見していこうというのが田中健吾の特徴でございます。田中健吾は今回6回目の当選を皆さん方に報じさせていただいております。そしてこの発想と出てくる候補もあるわけであります。そういう候補と、あるいはベテランと言われる候補もあります。本当に必要な人っていうのは口調に対して大胆に言える、そして国の皆さん方の声というのを漏らさず伝えるというのが本体の役割だろうというふうに私は考えております。やはり1回2回の当選ではこんなこと言ってもいいのかなということがあり得るわけでありまして、政治家の中で本当に必要と言われるのは度胸があるわけで、やはり大胆に発言する、そして大きな政策を皆さんに持ち帰る、そして実現をするまで粘り強く発言するというのが政治家に託された役割だろうというふうに持ち寄るわけでございます。そういう意味でこの6名を目指します田中健吾氏は最も大胆で、最も皆さん方に力強く姿になっていくだろうというふうに思っています。この田中健吾は今までもこのアルタバコを禁止をする、控えさせない、目をつぶってもいいじゃないかという意見がある中で、このことをずっと訴えてまいりまして実現をしました。今は新しくそういった政策だけではなくて、生活保護の保険事業をやめさせようということも大胆に訴えております。少し部屋の中で立ったことが取り上げられることありますから、その人がこの人に会うというわけですが、このことを議会の中で絶えず発言をする、皆さん方にも選挙法の中でも大胆に訴える、こういったことを目標にしようという感じでございます。本当にこれから先の政治の中で、政治の中で強くされるのは、私は田中健吾氏の大胆さを特徴にした議員だろうというふうに思っています。今度の選挙は田中候補の方、早からこの執行委員会に立たせていただきました。今は少し別の形で親の中でお話をさせていただきます。代わりにこの筆頭で私は友人でございますが、私の町は、ありがとうございます。昨年選挙終わりました。同じく6回私も当選させていただきまして、大胆に発言をするということでは同じ立場でございます。どうぞこの選挙、田中健吾と今回ご支援を賜りますようお願い申し上げます。どうぞ今度の選挙、田中健吾をよろしくお願いいたします。